エテルナミノルは、日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は、2018年の愛知杯。母となる、大和ジェラートは、2004年生まれの富士奇跡3区で、福島競馬場の未勝利戦勝利など、18戦1勝という、成績を残し引退、社台ファームにて、繁殖牝馬となる。初年度から父カステナンゴが2年連続で配合され、後に競走馬としてデビューし、初子、大和ブレーディは、中山競馬場で2勝、ラジオ日経賞への出走を果たすなど、31戦2勝。2番子、大和ソフィーは、新馬戦勝利を果たしている。2番子を産んで、以降、藤原ファームに移り、繁殖活動が行われるようになる。3年目にはシンボリクリスエスを配合したものの3区を残せず、4年目の種付けに選ばれたのがエンパイアメーカーであった。藤原ファームの社長はエンパイアメーカーをアメリカ合衆国で見た際、素晴らしい馬であると感じたという。日本につなぎ用されるようになって以来、エンパイアメーカーと自らの繁殖牝馬の交配に力を入れ、社長が期待を寄せていた種牡馬であった。大和ジェラートは、その後すべての年度で出産を行い、2020年3月18日には、デクラレーション・オブ・ウォーと配合された9番目の子である、牡馬を出産している。しかし、静内競種馬生産振興会が9月15日に開催した、功労馬慰霊祭にて、1987年のラジオ、短波杯3歳牝馬ステークス勝利のプリンセススキーと、共に、功労繁殖牝馬の日に名が刻まれている。2013年5月24日、北海道新日高町の藤原ファームにて、エンパイアメーカーが配合された後のエテルナミノルが誕生。牧場では、性格は素直で扱いやすいタイプであったという。冠名の前に、イタリア語で永遠を意味するエテルナをつけたエテルナミノルと命名された。育成をこなした後、栗東トレーニングセンター所属の本田祐調教師の元に預けられる。2016年1月30日、中京競馬場の新馬戦に石橋治を鞍上に出走する予定だった。しかし、出走する前日に治療を受けていることが判明し、競走馬に対する薬物等の使用の取り締まりに関する獣医院の指示事項の第10条に違反したために出走取り消しとなり、デビューが先送りとなった。業務上の注意義務を怠ったとして、ホンダに課題金3万円が課された。2月6日、京都競馬場の新馬戦に、浜中俊を鞍上に、改めて新馬戦に登録、出走し、ワンダースペリオルに 0.9 秒離された2着となった。次戦の小倉競馬場の未勝利戦、海老名正義を鞍上に後方に 0.8 秒離して、勝ち上がる。続けて、フラワーカップで重賞に初めて挑戦し、単勝13番人気ながら、エンジェルフェイスに 0.2 秒差の5着となった。自己条件の500万円以下では2戦で勝ち上がり、1000万円以下は3戦目、アドマイヤリードを退けて勝利し、続く1600万円以下でも勝利し連勝。3歳秋にして、条件戦を卒業し、オープンクラスに昇格することとなった。昇格後、牝馬限定重賞に参戦するものの介入戦が続き降級、再び1600万円以下となる。そこから2戦を要して、4歳の秋、八坂ステークスで勝利し、再びオープンクラスに昇格。中1週でエリザベス女王杯に進み、GI 初出走を果たした。5歳となり、初戦にはハンダキャップ競争の愛知杯を選択。エリザベス女王杯でコンビを組んだ4位博文と共に、負担重量 54kg、単勝6番人気の指示で出走した。先行集団を前に置く行為から、最後の直線に入ると、馬場の真ん中から逃げ馬を捉えて先頭に立ち、その先頭をめがけて外から追い上げてきた、霊峰ロマンス、連覇を狙うマキシマムドパリを退けて、勝利、重賞9度目の挑戦での制覇となった。4位はゲート練習を入念に。その効果で好位を取って流れに乗れたのは大きいと振り返っている。以降牝馬限定重賞を中心に月1回のペースで出走するも、函館記念で勝利したエアアンセムに 0.2 秒差の3着が目立つのみで、それ以外では、下位での入選が続いた。5歳末、12月のベテルギウスステークスでは、未勝利戦以来のダート競争に出走するも、下位で敗退した。6歳、2019年2月17日の小倉大賞典12着を最後を引退。同じ本田有厩舎所属で、吉岡実所有の桜花賞優勝馬、例の実と共に2月20日付で、JRA の競走馬登録を抹消。引退後は、例の実と共に、北海道新日高町の藤原ファームにて、繁殖牝馬となった。初年度は、ドゥラメンテと交配した後、結局ルーラーシップが種付けられた。2020年4月3日、ルーラーシップが配合された初子の牝馬を出産した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ABCDEFGHIJKLMN OP エテルナミノルジャビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年6月30日閲覧。エテルナミノルが引退、繁殖馬に。keibabook.com 2020年8月15日閲覧。3歳未勝利2007年6月23日。競馬データベース-netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。大和ジェラート、競走馬データ netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。繁殖牝馬情報、メス系情報、大和ジェラート、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp 2020年10月5日閲覧。3歳未勝利2013年3月23日、競馬データベース-netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。3歳500万下2013年4月13日、競馬データベース-netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。ラジオ日経賞2013年6月30日、競馬データベース-netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。大和ブレーディ、競走馬データ netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。大和ソフィー、競走馬データ netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。2歳牝馬2013年10月13日競馬データベース-netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年10月5日閲覧。ABCDE 愛知杯ギー重賞ウィナーレポート競走馬のふるさと案内所 uma-furusato.com 2020年10月5日閲覧。大和ジェラートの2020ジャビスサーチwww.jbis.or.jp 2020年10月5日閲覧。静内軽種馬生産振興会が功労馬、慰霊祭馬産地ニュース、競走馬のふるさと案内所 uma-furusato.com 2020年10月5日閲覧。愛知杯大ベテランの仕掛けが咲いたエテルナミノルが重賞初制覇。競馬ニュース競馬ラボ www.keibalab.jp 2020年10月5日閲覧。ラジオ日経競馬実況ウェブエテルナミノルの出走取り消し理由について keiba.radionikei.jp 2020年10月5日閲覧。メイクデビュー金俊ブレスが勝利競馬実況ウェブラジオ日経keiba.radionikei.jp 2020年10月5日閲覧。馬サブロータイムズ制裁情報レースデータ uma36.com 2020年10月5日閲覧。エンジェルフェイスが優勝競馬のフラワーカップ。日本経済新聞。2020年10月5日閲覧。フラワーカップ2016年3月21日。競馬データベース-netkeiba.com。db.netkeiba.com。2020年10月5日閲覧。矢車賞、ペプチドサプルが人気に応えて、V 競馬実況ウェブラジオ日経。keiba.radionikei.jp。2020年10月5日閲覧。堀川特別、エテルナミノルが激しい追い比べを制止勝利、競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikei.jp。 2020年10月5日閲覧。ユートピア S、エテルナミノルが連勝を決める競馬実況ウェブ、ラジオ日経。www.radionikei.jp。 2020年10月5日閲覧。八坂 S、エテルナミノルが勝利競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikei.jp。 2020年10月5日閲覧。エテルナミノル中1週でも、元気、エリザベス女王杯局馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。 2020年10月5日閲覧。エリザベス女王杯2017年11月12日。競馬データベース-netkeiba.com。 db.netkeiba.com。 2020年10月5日閲覧。愛知杯、6番人気のエテルナミノルが、重賞初制覇。サンスポーズバット、競馬。2020年10月5日閲覧。連覇狙うマキシマムドパリは馬なりも、順調。愛知杯局馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。 2020年10月6日閲覧。愛知杯は、エテルナミノルが9回目の挑戦で重賞初制覇。ニュース競馬予想サイトサラブレモバイル。サラブレモバイル。2020年10月5日閲覧。愛知杯、エテルナ8度目挑戦で重賞初 V ゲート練習、実った。www.sponichi.co.jp。 2020年10月5日閲覧。エテルナミノル月1出走で出来良好。マーメイド S 局馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。 2020年10月5日閲覧。函館記念、13番人気エテルナミノルが3着4位。このぐらい走って、当然の馬。サンスポーズバット、競馬。2020年10月5日閲覧。万明の乱特別編、28日阪神 11、RG 相葉風の子が高速阪神ダートで復活、スポニチ競馬ウェブ。スポニチ競馬ウェブ、2020年10月5日閲覧。小倉大賞典2019年2月17日。競馬データベース-netkeiba.com。 db.netkeiba.com。 2020年10月5日閲覧。17年桜花賞馬、レーヌミノルが、引退繁殖入り昨年愛知杯 V エテルナミノルも、スポーツ報知。2020年10月5日閲覧。エテルナミノル引退、繁殖入り競馬実況ウェブラジオ日経。keiba.radionikei.jp。 2020年10月5日閲覧。エテルナミノルの2020ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。 2020年10月5日閲覧。ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2021年3月31日閲覧。AB、繁殖牝馬情報、メス系情報エテルナミノル、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。 2021年3月31日閲覧。エテルナミノルの競争成績、競走馬データ。netkeiba.com。 2020年8月19日閲覧。ABC、血統情報、5大血統表でアレガーロ、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2020年10月8日閲覧。ありがとうございます。